ユニフォーム着替えてもらって、はい、皆さんこんにちは、こんばんは、にくちゃんです。さあ今日なんですけど、ホルモン一本焼き焼いていきます。まあ、普通ホルモンってね、カットした後のものがお客さんの前にね提供されますけれども、そのまま焼いて後からカットするっていう、その方法でホルモン焼くとね、めちゃくちゃ美味しくなるんですよ。その模様を今日はお伝えしていこうと思います。まあ、それと同時にね、今日はとても品質のいいね三元豚が手に入りましたので、そのね脂ギトギトの三元豚もね一緒に焼いていきたいと思います。それでは行ってみましょう。どうぞ。じゃあ三元豚カットしていきます。まずこちら繊維がこう流れてますので、柵を取っていきますね。でこの面を繊維を断ち切るようにカットしていくと、ものすごい脂が、外もそうなんですけど中までもね脂がこうたっぷりと詰まってますね。はい、盛り付けました。ローズマリーの葉っぱをねこう取りまして、これを細かくねカットしていきます。あ、めっちゃいい香り。こいつをこのようにパラパラと振りかけます。はい、お塩を振り入れます。これで完成です。常温に戻してから焼くようにします。こちらホルモンね、下処理をねしていきます。まずね袋を開けまして、水洗いします。あんまり落としすぎると旨味もね全部抜けてしまいますので、適度にね洗うだけで大丈夫です。これ新鮮なんで、もう塩で洗わなくてもね、もうこのままで大丈夫だと思います。和牛だし。そうすると油がね、すごいミルキーなね、感じになりますんでね。じゃあこの一番長くカットされたね、この小腸。これをロッサで焼いていきます。このままね。普通はね、カットされたものが焼肉屋さんでは出てきますけれども、これをあえて切らずにそのまま焼いていくという、そういう暴挙に出てみようかなと。これはあんまり焼肉屋さんでは出てこないと思いますけれども、はい、これをねこの後焼いていきます。嫁さんにまた来てもらいました。今日はねちょっとホルモンで煙もくもくになるんで、ちょっとユニフォームに着替えてもらってね、はい、それでは焼いていきたいと思います。これ通常のね焼肉用で、まあ普通に食べてみてください。こちらちょっと焼いていきます。ホルモンの油で焼き上げて、ホルモンの油すごい美味しいですね。さらっとしてるね。これちょっとレアな感じで表面だけ炙りましょう。そうなの、良質な油、牛の油で魚食べても美味しいんでしょ、うん、うん、和牛の油は融点が低くて魚の油に近いんで、すごく馴染みやすいんですね、魚にも。で今度はホルモンですね、和牛のホルモン、焼き上げたホルモンね、ちょっと味噌ダレに絡めてね食べてみてください。美味しいです。これはね、あの安定した味だと思うんですけど、じゃあ次にね、豚じゃあ焼いていきます。これ三元豚、三元豚国産の、うん、3つの豚を掛け合わせたものが三元豚ですね。まあ、豚ってほとんどが掛け合わせなんですよね。だからそれぞれの豚の特徴があるんで、油が美味しいとか早く大きくなりやすいとか、全て掛け合わせていいとこ取りをした豚が三元豚です、ね。まあ、油が多いんで火も上がりやすいですね。このままどうぞ。うん、香草の味がね。じゃあこれをねそのままいってみたいと思います。
の焼き肉見たことないでしょ。そんな繋がってるんですか。はい、ね、ホルモンってこう腸なんで、あ、そうですか。一本が長いんですよ、すごい。で、実際はこんな形で、まあ、切ってから焼くよりも焼いてから切った方がジューシー、美味しく仕上がるんですよね。まあ、若干ですけどね。ハラミとかもそうですよね。一本まま焼いてから切った方が肉汁があと残ったまま食べれますので、これもそのような同じ原理ですね。まず皮目から、ね、焼いていきますので、皮を最初に焼いて、ちょっとカリカリにしてからね、油の方を火入れしていきます。こんな感じになってるの、ホルモンですね。見る機会ないですもんね、うん、焼肉屋さんでこんな風に焼くことはないので、火事、ね、みたいになるかと思って、よく火事になるのはここの筒の中がね、管の中がね、あの油まみれになってる、そういう焼肉屋さんはね、火がそこに燃え移りやすいんで火事になりやすいんですけど、そういうことなんですね。うん、ある程度ね、ちゃんと点検してたり、設備のね、あの、まあ、綺麗な環境のところは火事にはなりにくい。ちょっと裏返してきます。じゃあ油麺をさっと焼き上げます。おすごいです、ね、すごい、はい、で、もうすかさずそのままカットしていきます。そうするとホルモンのね、じゃんじゃん焼きができます、はい、じゃあ焼き上げたホルモン食べてみてください。カットしたやつより切りたての方が美味しくないですか。美味しい。めちゃくちゃ美味しい。またいつもとホルモンってね、うまみがギュッと詰まった感じで違いますね。さあ、ということで豚とホルモンどっちがね上がるかとっていうことだったんですけど、まあ、結構燃えましたね、はい、まだね、実験やっていきたいと思います、ということで本日もご覧いただきましてありがとうございます。いつも高評価コメントありがとうございます。またリクエストもお待ちしておりますので、どんどん、ご投稿お寄せくださいませ。それではまたお会いしましょう。さようなら、ありがとうございました。松坂焼肉ホルモンの店、いい